バーセベック原子力発電所は、スウェーデンスコーニャ県のバーセベックに存在する、閉鎖された、沸騰水型原子力発電所。デンマークの首都コペンハーゲンから 20km の位置に、あり、デンマーク政府は閉鎖のために、その閉鎖まで圧力をかけ続けた。スウェーデンの原子力撤廃に伴い、この発電所の2台の原子炉は現在閉鎖されている。 1>, 1期目は1999年11月30日に閉鎖され、2期目は2005年5月31日に閉鎖された。土地は1965年に電力企業のシドクラフトによって購入され、沸騰水型原子炉の製造はアセアアトムが受注した。1号機は1975年1月18日に臨海達成を迎え、5月15日から、 商用運転が開始された。2号機は1977年3月21日に臨海を達成し、6月12日から商用運用を始めている。1997年のスウェーデン議会の決定に基づいて、スウェーデン政府は1998年7月1日に1号機の運転を終了することを決定し、2号機も2001年7月1日に 停止することを決めた。運用者の決定への訴えによって、閉鎖は延期されたものの2005年5月31日には2期とも、停止した。解体は2020年に利用開始が予定される、貯蔵施設の建設を待っている。閉鎖時、原子炉は600メガワットあり、バッテン、ホールとシドクラフトが保有する、リングハルス社の子会社のバーセベッククラフトによって、運用されていた。 バースバック、ありがとうございます。